どうも、わたるです。ということで今回ですね、スキーがいかに非日常であるかということを日常動作から解説していきたいなというふうに思います。今回はこの斜面を使って日常動作からスキーとの違いを分かりやすく解説していきたいなと思います。では早速やっていきます。はい、わかりました。今普通に降りただけです。で、スキーをちょっとイメージして降りてみます。はい、違い分かりましたか？多分分かんないと思うので横から撮ってみましょう。はい、斜面の中間ぐらいに来ました。で、まあ下っていきたいなと思うんですけど、その動作の中でスキーと日常の違いを改めて理解していただければなと思います。では日常からやっていきます。続いてスキー特有の動きやってみます。違い分かりましたでしょうか？ですね、まあ要約すると、重力に対してまっすぐ立ってるか、斜面に対してまっすぐ立ってるかの違いです。スキーの場合、後者の斜面に対してまっすぐ立つというような動作が必要です。これは普段何気なく行動してるとありえない体の使い方なので、そこがスキーにおいて難しいポイントになりますし、それがスキーにおいて基本となりますので、ぜひね、機会がある場合は日常の生活からスキーのことをイメージまたは意識して取り入れていただくと、雪上に最初立った時シーズンインの感覚が違うかなというふうに思いますので、ぜひやってみてください。それに加えてターン運動をしていきます。なので、こうターンのつなぎ目のところ、こう来てこう行くところが著しく難しくなります。なんでかっていうと、ここではなくてこうやって立たなきゃいけないところが来るので、ここが絡む局面がめちゃくちゃ難しいです。なので、その辺もちょっとね、何か使えるなとか、自転車とか乗ってて曲がるときにちょっとそういうところを意識してみたりみたいなこともやってもらうといいかなというふうに思います。ということで、これで終わります。ではまた。